皆様こんにちは。シトロエンとクローザー営業水谷でございます。本日はお車の豆知識紹介となっております。今回はですね、洗車の時に役立つ情報を皆様にお伝えしていきたいなと思いますので、本日もご視聴の方よろしくお願いいたします。では早速、紹介の方してまいります。方法は、簡単でございます。まずですね、3つのステップがございます。1つは車内に乗り込んでいただきます。で、2つ目はエンジンをかけていただきます。で、エンジンを切っていただいて、ワイパーのカチャッと押していただくと、ワイパーが立って洗車がしやすくなるという3つのステップからできます。なので早速実践の方をしてまいります。では早速どうぞ。まずですね、紹介させていただく前に、なんでこのワイパーメンテモードが洗車に役立つかっていうのをちょっとですね、簡単にご説明させていただきます。シトレの車ってこう見ていただいたら分かる通り、このフロントバンパーとちょっと重なってしまっている部分があるんですね。それがですね、ちょっと洗車の時にこう当たってしまって立てれないっていう、国産とかは立てれるんですけど、あとそうですね、輸入車でも立てれるお車あるんですけど、ちょっとこういったですね、汚れが溜まっている部分を洗い切れないっていう問題が発生してしまいます。なので今回のワイパーメンテモードがすごく役立つかなと思います。ではですね、まずステップ1ですね、車内に乗り込んでいただきます。はい。で、エンジンをかけていただきます。このようにエンジンをかけていただいて、エンジンをオフにします。で、3つ目ですね、こうやっていただくと、このようにワイパーが上に移動します。で、そうしますと、まあ、このようにですね、洗車の時にワイパーを立てることができるっていうですね、まあ、これよくですね、ワイパーを交換させていただく時とかにサービスの方がよく使う、豆知識といいますか、そういったものになってまして、まあ、こうしていただくと、まあ、こういった普段届かないところに手が入るようになったりします。なので洗車の時とかすごく便利な情報となっております。はい、よいしょ。はい、こんな感じですね。今日はこんな感じで豆知識、お車豆知識を紹介させていただきました。ちょっとおさらいをさせていただきます。お車の洗車の時に役立つワイパーのメンテナンスモードです。手順は3つのステップです。1つ目は車に乗っていただく、2つ目はエンジンをつけて切っていただく、で、3つ目はワイパーをカチャッと押していただくだけでこちらのモードに入りますので、ぜひですね、シトロエンオーナーの方で洗車が大好きな方とかいらっしゃると思うんですけども、まあ、そういった方にも、まあ、これから洗車をするという方にもぜひこちらの動画を見て役立てていただけたらなと思いますので、本日はこんな感じで動画の方を終わらせていただきます。まあ、これからもですね、たくさん中古車とか、まあ、新車の情報とかもご案内できればなと思っております。これからもご視聴の方よろしくお願いいたします。過去にもですね、いろんな動画紹介させていただいてます。一応グループ会社でアウディ、ルノー、シトロエンですね、あとカレゴリンクっていったあのベンツとかそういったお車も扱わせていただいておりますので、そちらのお車の情報もぜひチェックしていただけたら幸いです。こちらの動画が良ければですね、いいねと高評価の方よろしくお願いいたします。本日はご視聴ありがとうございました。シトロエンとクローザーの水谷がお車の豆知識の情報をお伝えさせていただきました。次回もまたよろしくお願いいたします。